皆さんこんにちは、こんばんは。廿日市の清水です。今日は2022年6月23日、三山ひろしさんが新しい曲をリリースされたのが6月8日です。遅れること15日なんですけども、この歌は原ジョージさんという北島三郎さんが作った曲なんです。作詞作曲された歌です。三山ひろしさんが歌ってます。夢追い人っていう歌です。これを今から皆さんに私はまた替え歌にしてご披露します。それではお聴きください。丘の上鶴見の寮、誰が名付けた穴子部屋、夢を叶えに東京へ、社員旅行のリクエスト、女の道を歌ったんだ。廿日市のたくさんあ兄弟、山梨の深白の里、のど自慢大会近づいた。夜ごと練習の民宿の風呂、何を出すかとない姿、昔の名前で出ていますに。廿日市のたくさんあ今夜は小林明、今はまたお気に入りの歌手デイサービスで歌おうかな。何が私にできるかな。やっぱり私は離れんか、 B
ビタミンボイスがとっても好きで、二十日市のたくさんあー、今夜も三山ひろし、なんとか歌えたけどちょっとパッとしませんでした。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。終わります。